始まりました挑戦状。どうもキョウスケです。あ、ポコンって。この番組はですね、この私キョウスケは1週間もしくはそれ以上かけていろんなことを挑戦調査し、その結果をご覧いただこうという番組でございます。ということで、今回は何に挑戦したかというと、目指せバナナマン日村ゲットワイルド強化週間。皆さんはゲットワイルドという曲を知っていますでしょうか。あの曲のイントロ、あそこをねピアノで弾くっていう日村さんのちょっとした特技ボケがあるんですけども、まあ、その動画は下の概要欄の URL に見ていただけたら、ちょっと動画的に使っていいのか分かんないんで、URL を見てください。ちょっとね、あれできたらかっこよくないって俺思ってしまったんですよ。まあ、うちにピアノがあるわけですし、まあピアノもだいぶ弾いてなかったんで、まあやってみようかなということで、今回やってみました。一体どのくらいで弾けるようになるのかっていうか、そもそも弾けるのか皆さんにご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。ゲットワイルド生活1日目でございます。一回試しにやってみたんですけども、なかなかに難しい感じでありまして、ピアノで何弾けるのって言ったら、結んで開いてぐらいなわけですよ。一応元保育家なんで、本当にピアノというものをね全然触ってなかったんで、半年ぐらい頑張って練習していきたいと思います。頑張るぞ。完全に格好が高校3年4組だな。はもうむずい。ほら、ええどう押すのこれ。ということでですね、今日の成果をちょっと一旦お見せして、もう今日はもうやめようと思います。ちょっと集中力が完全に切れました。弾けないということが分かったので、とりあえず大カットさせていただきます。1日目、死ぬほどゆっくりならいける。こんばんは、2日目のゲットワイルドです。2日目のゲットワイルドです。まあ、昨日はゆっくりながらも、まあ、ちょっといい感じに、こう指だけはちょっと覚えてたので、今日ねちょっと頑張って弾けるようになりたいなと、まあ、ちょっとでも、上達できればいいかなと。もうパソコンはいらないんで、もう動画見ながらやらなくてもこう指結構覚えてるんで、もう大丈夫ですね。もう完全に集中力切れたんで、もう今日はもう眠いしやめます。今日はもうやめようと思います。ちょっと集中力が完全に切れました。まあ今日は結構、できてきた方なんじゃないかなと。この調子でいったらね、明日には終わるんじゃないかと思いますよ。うん。ということで、明日が最終日になることを祈って、今日も寝ます。おやすみなさい。3日目です。ね、画角がずっと一緒だからね、本当に3日間やってるの?って思われるかもしれないですけど、マジ3日間だからね。すごい、頑張ってる。もう今日で終わらす気分でいる。もう完璧に。今日も頑張っていきたいと思います。それではまた。もう完璧に、できる。そういう自信がついたので、皆さんに、もういい。結果発表でいい。
もうここでできなかったらもう明日に繰り越しするぐらいの覚悟で今からやります。僕らは知っている、奇跡は死んでいる。一日目も死ぬほどゆっくりならいけることがある。だけどね、それでもね、今日まで歩いてきた。こんばんは、2日目のゲットワイルドです。完璧でしょ。もうここまで、皆さんもねぜひやってみてください。もう結構ね簡単なのやろうとなっちゃったな。